ユニホンテレビ。ジョイントコンサートは、さまざまなイベントが中止や延期となる中、訪れた人たちに少しでも明るい気持ちになってもらおうと、今回初めて行われました。コンサートを企画したのは、市内を中心に活動するコーラスグループ、コールエコーアンサンブルと、由利本荘グリークラブです。コンサートは、東日本大震災で被害を受けた子どもたちへの基金を募るチャリティーも兼ねています。当日はグループごとにそれぞれ8曲を、また合同では東日本大震災からの復興を願い3曲を披露しました。コールエコーアンサンブルは20代から80代で構成される混声合唱団で、今年で発足から15年を迎えます。演奏会もそうですけど、命っていうのを、題にしてずっと歌ってきていますので、このコロナ禍でもやっぱり命っていうものがすごく大事ですので、そういう曲を選んでます。由利本荘グリークラブは20代から70代までの男性合唱団です。平成28年に町会山麓男性合唱団として発足し、現在に至っています。ぐらいからやっと開始になったので、あまり練習の期間がないんですけども、その分みっちり練習して楽しみながら練習してきたので、久しぶりのステージを今日は楽しみたいと思います。どちらのグループも西目公民館シーガルを練習場所とし、コンサートや音楽祭への出演のほか、福祉施設などへの慰問活動を行っています。しかし昨年は感染症の影響によりさまざまなイベントが中止となるなど、グループの活動が制限されました。団員たちはコロナ禍で練習が制限されている中でも、この日のためにそれぞれ準備を行ってきました。ステージに立ったメンバーはこれまでの練習の成果を披露し、美しいハーモニーを会場に響かせました。